はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時になりましたね。はい、今ぴったしでございまして、日経平均は結局ですね、272円安まで戻しましたね。大きなニュースはなさそうですね。はい、で、ドル円は 139.874 と、まあこの140を手前にしたところでうにゃうにゃうにゃとしてますね。香港は見事に動かず-15ということですね。他にですね、特に大きな動きはなさそうですね。原油も 72.47 と堅調でございます。注目ドルボンはですね、一生懸命戻そうとしてますね。1303とここまで戻しました。はい、今日8日でした。明日9日ですね、週の終わりになりますんで、どうなんでしょうね。明日まだ頑張るんですけども、まあまだ先が長いか。はい、本題いきましょう。その株の話でございまして、ニューズウィークに加谷啓一先生ですねがこんなコラムを寄せておられます。経済ニュース超解説ということで、これは6月6日火曜日の19時に出たものです。今株価が急上昇、株価が上昇するのは当たり前、株高の現実が理解できず状況を楽観する人々の危ない勘違いとか、株高になって状況を楽観するってしたらあかんのみたいな感じですけど、これね、こういうタイトルってね、基本的に編集者が決めてるんですよ。僕はニューズウィークには書かせていただいたことはございませんけど、まあ、他いろいろニュースメディアに書いてますけども、タイトル一応つけて原稿は出すんですよ。でも最終的なタイトルは編集者が決めています。はい、ちょっと読みますと、日経平均株価が3万円を突破するなど、日本株が久しぶりに活況を呈している。今回の株高上昇はコロナからの景気回復期待が背景となっており、本格的な上昇相場がスタートするとポジティブに捉える人がいる一方、株価上昇は一時的なものであり、慎重なスタンスが必要と見る関係者も多い。今後の株価については企業決算などをもと、企業決算もちろんのこと、為替や金利動向に大きく左右されるので、世界情勢が不透明な中ではなかなか予想しづらい。だが確実に言えることは、日本経済は望むと望まざるとにかかわらず恒常的なインフレ体質に転換しつつあり、株価についても従来とは違った常識が求められるという現実であると。まあ以下あるんですけどインフレになったらですね、株が上がるのは当たり前やということなんです。それはそうですね、インフレになった分株価が上がらないとですね、インフレになって株価がそのままであれば株価が下がったというのと同じだろうと加谷先生おっしゃるわけです。それすごく説得力がありますね。逆にインフレでないのに株価が上がっているということは、それ株価が上がったということですね。なんでインフレ分ぐらいは株は上がるもんなんやというのが加賀先生説でして、まあまあ常識的に考えてそうでしょう。ただね、今株価が上がってるのはやっぱりファンダメンタルズ、つまり企業業績がいいということではないかなと思います。なんせね、今ね、税収がね過去最高になってるんですよ。税収というのはですね、その時のですね経済をものすごく反映するんですね、実のところ、まあ、GDP なんかより税収の方はですね、景気がいいか悪いかはそう判断しやすいんではないかなという気がします。というのは、企業というものは儲からなければ税金払わないんですね。儲かった分について払っているわけですね。でさらに個人もですね、個人の所得税を納めているのは大半はサラリーマンなんですけど、サラリーマンは給料が上がらないと払う税金も増えないんですね、基本的に。税率が変わらない限り。つまり法人税も個人の所得税も、さらに言えば消費税。消費税は僕らが物を買わんとですね、消費税にならないでしょ。
もう全部が増えて、日本の税収が増えている。つまりお金がよく動いている企業も人もですね、収入が増えていると。で、物がよく売れてるから消費税も入るということだと私は解釈します。つまり景気はいいんです。景気はいいんです。景気はいいんですけども、皆さんがそれを実感していません、実感してないでしょ。ただね私の周りのですね、私の周りの不動産屋ってみんな真面目なんですけど、あ、いや、約1名バブちゃんいますね。バブちゃんあんまりいないんですけど、大体真面目な不動産屋さんは別にそんなでもないんですけど、バブちゃん系不動産はウッファウッファウッファと、もうここ何年もですね、6、7年、7、8年ぐらいはウッファウッファウッファと、わっしょいわっしょいわっしょいってやってますよ。特に事業用地、マンション用地卸系なんてのは本当にもうわっしょいわっしょいですね。なんで、基本的に、まあ、不動産屋も儲かってるんですけども、そうでない企業でもですね、大体倒産が少ないでしょ。倒産が少ないというのはですね、景気がいいということなんですよ。で、失業率低いということでしょ。低いということはですね、みんななんとか食うてるということなんです。で、建築現場では人手不足なわけですね。で、やっぱりね、悪くないんですよ。悪くないけども、皆さん大半の日本人は別に生活が楽になったとは思ってないですね。苦しく、どっちかというと苦しくなっている人の方が多いと思います。それはなぜか、物価が上がっているのに、その物価に合わせて給料は上がっていないからなんです。なんで、で、社会保障費はじわと上がっているでしょう。だから、たくさん税金も払っているんだけども、可処分所得が減っているんですね、一般人は。だからですね、企業は儲けてるんですよ。企業は一般的に儲けてる企業の方が多いから社内法人税払ってるわけですね。だから非常に複雑な様相ではありますが、日本の景気はいいと。なんでですね、株価が上がっても、まあ、これはその通りやろうというふうには思います。今までの日本の株価がね、ちょっと安すぎる面があったというふうに思いますね。で、インフレになればですね、企業の売り上げ当然上がりますから、株価、その分業績にも良くな、業績に反映されてですね、実際良くなっているところが多いんですけど、で、株価も上がるって当然という理屈もなります。まあ、だからインフレプラス好景気で今株価が上がっているというべきではないかなという気がしますね。で、この後したらどうなんねんという話ね。日本の、ね、インフレはね、まだ始まったばっかりではないかなと思いますね。これからこの加谷先生言ってます通り、じわーっと長いインフレ状態になりそうな気がしますね。なんで、ですね、株価もですね、ちょっとですね、あとしばらく上がるんちゃうかなという気がします。この3万5、6000まで上がったら下がるかなと思ったんですけど、どうももうちょっといきそうな気もしてきましたね。だから3万8000超えて、もしかしたらバブルと最高値までいけるかも分かりませんけどでもまあ行ってそのあたりちゃうかなと。言うてね、不動産屋以外のね、普通の企業でね、ウッファウッファウッファと儲かってるところでそんなにないんですよ、実は一部は儲かって、全体的に儲かってるし、一部はウッファウッファで儲かってますけど、ですね、そんなにその昔の好景気と今の好景気はちょっとちゃいますね。今はなんとか生きてる景気という感じがしなくもないですなんで、今後しばらくですね、こういう状態は続くだろうと。で、どこかで折れるんですけども、その折れるところはやっぱりあれじゃないですかね、日銀が、あれですね、利上げをするというところではないかなと。で、あともう一つはですね、円安になりすぎるということですね。来週 FRB の会話がございまして、アメリカ 0.25 上げる説、上げない説、私が見てる限り半々ですとか、みんなここで予想したくないというのがもっと多いかも分かりませんね。アメリカが利上げしたら、また一段とですね、円安が進むんちゃうんかなと。
そんな気がします。で、まあでも今ね、日銀総裁も植田さんに代わって実に心もとないですね、あのおっさん。なんとか現状維持をしようというだけの発想しかなさそうな感じがします。ちょっと危ういんですけど、まあでもですね、この加谷先生のおっしゃる通りですね、これから日本はインフレ、恒常的なインフレになって、株価もですねじわじわ上がってて、それが当たり前ということですね。資格は企業業績が来年3月期はどうなのかと、今世界の景気は悪くなってますから、それがですね、どのように日本経済に影響するのかというあたりではないかなと思います。この加谷先生のアドレス一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。